ドラゴンの羽ばたき妖精の子だ気がつけば魔法は手の中にあるリト第24章 リトはすべての始まりとなったあの麦畑にいました。遠い道のりでしたが、どうしてももう一度今の自分へと導いてくれた最初の場所へ行きたかったのです。あれからちょうど一年が経ち、麦畑は黄色く実り、穂を下げていました。ここだ。間違いないよ。 僕ここにいた」。リトは麦畑から吹く風に少し長くなった耳毛をなびかせました。麦畑はあの時と何も変わらないのにいろんなことが変わったなとリトは思いました。はやり病のせいで人は誰もいないのに麦は実り。 蜂や蝶が変わらず飛び、季節を待つように花が次々と咲き出していることが、糸には不思議な気持ちがしたのです。麦畑から一年前と同じ道を行くと、雑草が生い茂る原っぱの向こうにある小さな小屋に着きました。そこは、ガシューダのことを初めて教えてくれたおじいさんの座っていた場所でした。 ずっと誰にも会わなかったので、おじいさんもいないだろうなと思ったけれど、小屋を覗くと、おじいさんの代わりに、坊主頭の幼い男の子がいました。男の子は不思議なことを言いました。あの時は、おじいさんだったけど、今は僕なの。明日は、 何かの動物かもしれないし、花かもしれないよ。その時に必要なものになるんだ。それに僕は病気にはならないよ。だって僕ね、ここにいるけどいないんだもん。僕は君が来るのをここで待っていたよ。来るってわかってたからね。あのね、 必要なことしか起きないんだよ。リトは首をかしげました。相変わらず不思議だなと思ったけれど、でも必要なことしか起きないということが、今は少しわかります。あの日、牧場の牛舎で、母牛に、ここに置いて。 頼んだ通りに置いてもらっていたなら、リトはママやオリや今まで出会った仲間たちにも会えていません。牧場主や母牛に断られた時は悲しかったけれど、今はそれでよかったと思います。もしお嬢さんとの出会いがなければ、今仲間の犬たちにパンを運んでもらうことも できなかったでしょう。すべて必要で起きることなんだよね。うん、そう。必要なんだ。全部だよ。ものも、ことも、人も、動物も、起きることも、何もかもがみんな必要。ちょっとだけわかるよ。 リトは男の子にさよならを言って、それから懐かしい牧場へと向かいました。牧場について、リトは、仕事ができない犬はもうここにはいられないと悲しげに言っていた大きな白い犬を思い出しました。あの犬はもういないのかな 寂しい気持ちになりましたドアをノックすると小さい窓のカーテンから牧場主が外を覗いて誰が来たのかを確かめました牧場主はそれがリトだとわかるとすぐにドアを開けて快く招き入れてくれました「よく訪ねてくれたねさあ入ってくれ」。 中に入ると、ソファーの横にいたのは、あの大きな白い犬でした。あの時はすまなかった。君のおかげだと思っている。牧場主は白い犬の体を撫でながら言いました。この犬が僕にとって、どんなに大切な存在かを君に教えてもらったよ。仕事をしてくれるから、 大切なのではない。たとえ仕事ができなくても、僕にとってはかけがえのないものだよ。リトはここで、かけがえのないものという言葉が聞けて嬉しくなりました。僕も見つけたよ。かけがえのないもの。最初はおじいさん犬。ママとオリ。 それから、お嬢さんや犬たち、黒猫たち、そして、あなた方も、僕のかけがえのないものだもの。そうか、そうか、と、白い年寄りの犬が、リトを優しく見つめました。牧場主も、微笑みました。流行り病で、 どこへも出かけることができなくなった。病への恐怖もある。そんな時に、毎日昔の話を一緒にできる友がいるというのは幸せなことだ。今は流行り病で、ミルクも売れず、肉も運べず、収入もなくなったが、牧場を始める前だって、俺は何も持っていなかった。ただ、 この犬がいてくれただけだった。だからまた、やり直せると思えるんだよ。リトは、牧場主と白い犬に、ママのパンを渡しました。リトの荷物は小さく、渡せるパンは少しでした。しかし、二人はそれを仲良く分け合って、 なんだか力が湧いてくると目を輝かせました。それからリトは牛たちに会いました。母牛はリトを実の子供のように迎えてくれてまた甘いミルクをたくさん飲ませてくれました。母牛は牧場主は人が変わったみたいなのと顔をほころばせました。 ミルクが出ないと昔はよく叱られたのよでも今は出ない日もあれば出る日もあるよと言って笑ってくれるの今はみんな幸せよ」。